今日はですね、有馬記念当日ということでございまして、うん、ちょっと有馬記念の話を最後に、ちょっとお話、お伺いしようかなとは思ってます。で先生はもう競馬をほとんど見られてないということなので、一応新聞は持ってきたんですけど、今年の和出相場とかもあるんですが、でもまあ、有馬記念、先生はシンボリクリスエスで2年連続勝利と、その翌年に全盲ロブロイでものすごくレコードタイムで勝って3年連続で有馬記念を勝ったという偉業を成し得てるんですが、中山の 2500m っていうのはものすごくトリッキーなイメージがあるんですが、そのレースの中でどういう馬が勝ちに近いタイプの馬になるんでしょうか。はい、本当に中山の 2500m ってのはなぜ難しいかというと、コース自体が三角形のような感じのコースで、2500m は出てすぐ右ターンしてコーナーがあるんです。ですから当然外枠の馬が出て、それで先行しないで後方から行く馬は追いつけど内側の馬が先へ行っちゃうんで、なかなか追いつけない。やはり先行馬圧倒的に有利な競馬なんです。やっぱり枠は内に切るってことですかね。そうですね、そう思います。ですから最初のスタートは2500m なのにすごい速いです。ですから急な馬ってだけで馬なんです。ああ、そうなんですか。はい、コーナーがずっとあるんで後ろから行ってなかなか追いつかないで外回らなきゃいかん。それでもこう根気よく走らなきゃいけない。私の方してもらった時に絞り苦しいさ、2回目に勝たせてもらった時はすごい強かったんですけど、ライブ行ったら勝てるなと思って、もう1年やりたいなと思ったんですけど、もう守護馬になるってことで新次ゲートができちゃってるから、売れちゃってるからそれができないってことであれだったんですけど、本当に困難になってからよかったのだと思います。それで今日はこれからまだこの時間的に間に合うからこれから儲けたいなと思って解説しますけど、そういうわけで本当に難しいレースで予想ポイントダメなんですよね。はい、言えないですけど、そういうわけで今の話の中にはあったようにすごい根気がいるレースだっていう、それでまあ最後だからね、やるしかないよね今日そう思ってます。はい、やっぱシンボルクルスエースとか全能ロボリというのはやっぱ器用なタイプだったんですか。いつもそれを考えているのは、有馬記念というのは私は天皇賞ジャパンカップ、それで有馬記念なんです。そうすると秋、10月からだいたい毎日王冠から使い出すんですけど、やはりその前もあるけど、やはりここ G1 3つ行くというのはすごく大変なんですよ。馬が調教もしなきゃいけないし、ですから今だから言いますけど、私は天皇賞は稽古代わりに行っても勝てるような馬でなきゃ有馬記念勝てないっていう感じで、全能ロブロイというのもオハロンの時は芝生で72、3秒ぐらいですごい遅い時で、追い切りが天皇賞っていうイメージなんです。実際はもっと乗り込んであるんだけど、そういう感じで天皇賞行ったんで、ジャパンカップがあって有馬記念ですから、本当に調教師としては何もしなくて有馬記念になっちゃって、すごくうまくいきました、はい、というわけでそういうのも参考にして、イクイノックスみたいに勝てるのにもう疲れたから変えちゃってるちょっと残念です。はい、外枠当たりたい馬なんていうのはもうその時点で作戦を考えてる。そうですよね、はい、今年は有力馬が結構外枠に入りまして、うん、そうですね、そうなんです。これでものすごくオッズが荒れてるんですけど、本当にびっくりするぐらいな、一番人気が 4. 何倍とかいうレースになっちゃってまして、皆
皆さん、今のお話を参考の上、おまけを書いていただければと思うんですが、